湾岸線東行きの東近江島付近まで3キロの渋滞です。千葉県の県用道路の下り線は船橋料金所付近で1キロ渋滞しています。濃い霧のため最高速度が50キロに制限されているのは東関東自動車道の千葉北インターと伊佐港インターの間、千葉県内の県央道、それに栃木県内の北関東道の一部区間です。神奈川県の西湘バイパスは工事が行われているため、上下線の小田原インターと石橋インターの間と早川インターと小田原西インターの間が通行止めになっています。首都高速道路は三郷線の上りが加勢を先頭に八潮料金所まで5キロ、川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に新郷まで6キロの渋滞です。日本道路交通情報センター小池でした。はい、ありがとうございました。この時間のニュース、横山がお伝えしました。皆さん、おはようございます。水曜日朝の体操の時間です。密集を避けてお互いに十分距離を取りながら元気に体操しましょう。はじめはラジオ体操の歌からです。腕を巻きつけて斜め後ろに大きく2回振ります。反対です。右、
左。大きく足を戻して、腕と足の運動。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて正面で胸を反らせます。反対側にも柔らかく曲げて胸反らし。1 2 5 6、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腕を伸ばして大きく回しましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じ、開いて閉じ。1 2 3 4 5 6、腕と足の運動。1 2 3 4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。1 2 3 4、深呼吸です。深く息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1 2 5 6、腕を前から横に大きく開いてぐるっと回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、足を開いて胸の運動です。腕を斜め上に引き上げて前で交差、指先までしっかりと伸ばしましょう。1 2 3、横曲げの運動。腕を振って2度曲げて、ももを軽く叩きます。反対側にも強く曲げて、腕を前から下に大きく反らせます。前曲げ、前曲げ、後ろ反り。1 2 5 6、腕を振って体をねじります。左へ右へ正面で腕を巻きつけて、強く強く、弱く弱く。1 2 5 6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。1 2 3 4 5 6、もう一度足を横に、体をねじりながら斜め下に2度曲げて、反対側へ。倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。
1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて、トン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横に力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。1、2、5、6、最後は深呼吸です。深く息を吸って腕を前でこう斜め後ろに引いて繰り返します。水曜日の体操はピアノ細貝柊、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。